テンプスラムチャンネル始まりました。どうぞ。テンプスラム表紙アガです。どうもしろぎです。おいし、本日は田崎萌選手特集。はい、伊勢崎の女性レーサー田崎萌選手の特集をね、本日していこうかなと思います、うん、はい、出身地は埼玉県ということでね、うん、まあ、群馬かなと思ったんです。埼玉なんですね、うん、はい、年齢29歳、非常にまだ20代ということでね、はい、で生年月日は1993年11月5日そしてですね、先週デビューしたのは2017年ということで、まあ、33期生、33期で言ったら黒川選手、女性も多いんじゃない？33そうだね、うん、女性レーサーも多い、うん、まあ、田崎萌選手なんですけども、所属が伊勢崎、うん、で所有者バイク名、うん、ちょっとね、これ気になったんですけど、まあ、ワイン仲間たち、仲間たち、なんかその、うん、仲間を大切にするのかな、うんうん、はい、で、フィールド U、 フィールド U、 フィールド U、 はい、そして、アールローズ、え、これ、何、え、元横浜のロバートローズ、ロバートローズ、ロバートローズなの、これ埼玉出身だけど、神奈川出身だったらもう完全にそう、うん、ロバートローズになるの、ロバートローズって言ったら、多分横浜史上最強の、そう、あの、助っ人外国人、セカンド、でも、これ、まあ、29歳だ、ギリは知ってるか、ロバート・ローズ知ってる可能性あるか、知ってる、野球好きだったらもしかしたら知ってる、身長162センチ、女性にしては大きいな、うん、大きいね、で身、あ、体重が53キロ、うん、で大型、うん、で星座がサソリ座ということで、まあサソリ座ということはやっぱりその隙を見せたら、うん、刺すよと、お、毒をお見舞いするよと、刺しちゃうよということで、刺しがじゃあうまいのね、刺しがうまいのかもしれない、おう、刺す人だけに、そしてですね、映画鑑賞、うん、で、動物飼育、おう、なるほど、趣味、まあ、飼育されて、飼育されたい、俺も飼育されたい、ドレムじゃねえか、これ、ペットの名前がロバート・ローズの可能性出てきた、いやその、藤本理恵選手パターン、ロバート・ローズの可能性出てきたぞ、まあその動物の仲間たちって言ってるパターンもあるかもね。ああ、なるほどね。で、成績なんですけど、通算優勝回数1回ということでね。おお、まあ優勝してる。優勝してるんですよ。はい、で、なんか、女性選手優勝集みたいなのやったけど、うん、ちょっと時間の関係で田崎選手を入れてなかった。入れてなかったね。うん、まあそれも含め今日やろうっていうのがあって。で、田崎選手のね、インタビューがあるんで、うん、ちょっとそちらの方を見ていこうかなと思います。はい。見ると、はい、まあバイク経験はないんだけど、はい、お父さんに川口商店に連れてってもらってたらしい、ね、なるほど、なんかそれでバス、違うな、いや私ではなく父がバイク好きで、以前川口商店の場外イベントにソウルを走ったらしいんですが、そこでオートレースの存在を知って、私にこういうのもあるよという、だからそのオートレースは知らなかったけど、レース場に走りに行ったんだ、まあ、お父さんが、そういうことね、お父さんが、うん、なるほど、ソウルを走るために川口商店に行ったんだ、そうだ、それで萌え選手にこういうのあるけどどう、うん、萌えっつって、なるほど、うん、でお勧めたってこと、でそれで、うん、そのあたりオートレース場に行ったらしいの、川口に、でマス・ハルナ選手を見て、ああなるほど、憧れたということ、なるほど、うん、マス・ハルナ選手ね、強かったよね、はい、あの人も、でヘルメットなんですけども、うん、ね、こちら今出てると思うんですけれども、うん、なんと高橋恵理子選手とね、うん、同じデザインということで、やっぱ仲いいのかな、こんな近くで見るとヘルメットってこんな派手なんだ、そうだね、まあ、選手自身がまあデザインしてるからね、多分パチスロの台みたいな、パチスロの台、なんかこの辺の置き時みたいな感じじゃない、色合いが、はい、はいはいはい、ビスカーズって感じじゃない、置き時白もあったもんね、白、まあ筐体ね、うん、あああったね、うん、はい、そんなね、田崎萌選手なんですけどもね、はい、田崎萌選手の初優勝のレース動画を皆様にお届けしたいなと思います、はい、ということで、ね、じゃあ早速メンバーの方を見ていきましょう、メンバーこちらです、はい、ということでメンバーこちらとなっております、うん、ね、田崎萌選手0で10戦に3人で20戦に3人ということで、うん、田崎選手の10勝にね、3号車竹内正弘選手、うん、こちらね、お師匠さんとなってますんで、うん、指定対決にも注目して見ていただきたいなと思います、うん、ということでレースの方見ていきましょう、どうぞ、バイ仲間たち、ブルーランプが消えました、アフターシックスナイターギャンブー杯優勝戦スタートしました、今度は決まった、さあおっと6番の新井潤、珍しくスタート失敗だ、 10m ラインから3番の竹内がスタート先手を取りました、人気の4番稲川誠也も上々なスタート、3番手からの発進になりました、
1番の田崎が逃げる体勢です。2番手に竹内、そして3番手が4番稲川誠也の体勢になりました。指定対決になりました。さあ1番の田崎萌が先頭であります。田崎はレースをリードします。弟子の背中を見ながら3番の竹内が2番手の位置、4番の稲川が3番手から、さあ2番手の竹内にアプローチするレースの中盤戦です。4番手には5番の筒井健太、この上州ドバンクで連続部になるか、やや立ち上がりで滑った。残りは4周回、まだまだ猶予は十分です。竹内の外から4番の稲川、ここは3番竹内がブロックしています。さあ早くしないと田崎が行ってしまいます。2番手争いは3番竹内の外から4番の稲川誠也、稲川が翻弄されている、竹内に翻弄されている。さあズバッとインコース、刺した刺した、残り3周1コーナーで刺したと思いきや、3番の竹内が2番手に上がった。2番手に上がったように見えたのはあれは幻でありました。4番の稲川3番手の位置、走行している間に1番の田崎が逃げる体勢だ。竹内が援護射撃、残りは2周回、もう1回竹内がかぶせる、力ずくでかぶせるかぶせる、2番手、あーっと危ない危ない危ない、なんと接触転倒であります。先頭1番の田崎、田崎が先頭だ。2番手は5番の筒井健太、このレースでは3番の竹内に接触しました。4番の稲川誠也、さらにはもう1人が落車をしています。先頭は1番の田崎萌であります。今最終3コーナーに向かっています。今4コーナーを立ち上がると目の前には初優勝の3文字が待っています。ゴールイン、田崎萌初優勝。1番5番3100等円、14番人気。2連複は1番と5番の組1900円、7番人気。3連単1番5番3番2万6580円、79番人気。はい、レース見ましたけども、まあ、ちょっと残念ながら落車が発生したんですけれども、うんうん、まあ、田崎選手ね、逃げ切りということで、まあ、でも落車がなくても優勝だったね。優勝だったし、うん、竹内選手のこの、うん、まあ、アシストじゃないけど、うん、着、まあ、竹内選手が2着でがっちり抑えて、うん、田崎選手に有利な展開、うん、素晴らしい、うん、指定による、うん、まあ、優勝争いということで、はい、いや素晴らしいレースでした、はいはい、他にも女性レースを紹介してほしいという、ね、選手がいたらコメントの方にねコメントしていただきたいと思います、はい、そして、ね、女性レーサー他の、ね、うん、選手たちも特集してますんで、ぜひ概要欄から飛んでいただきたいなと思います。ということで本日の動画はこちらで終わりにしたいと思います。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。あした。チャンネル登録お願いします。